皆さんこんにちは、新型清水です。今日は新型、今回はミニバン比較の後編ということで、前回比較した車両の2列目とラゲージスペースの比較をしていきます。はじめに前回のおさらいを兼ねて比較画像を並べてみます。まずは前後と前幅からです。ベルファイアよりは一回りほど小さく、7080ボクシーよりは少し大きい感じです。次に前長と前後です。前長はベルファイアよりもだいぶ短いですね。次にステップ高です。今回使っている90ノアにはユニバーサルステップが付いていないので、ステップの高さは410mm です。ユニバーサルステップ選択時には200mm になります。90ノアは TNGA の採用でプラットフォームが変わったことでステップ高が上がっていますが、走行性能も大きく向上しております。そして運転席周りの比較です。7080と比較すると質感がだいぶ良くなったことが分かります。というわけで今回は2列目とラゲッジスペースの比較をしていきます。まずは90ノアからです。90ノアからセカンドシートをそのままにスーパーロングスライドができます。スペースはもちろん使い勝手や快適性もアップしています。オットマンとシートヒーターはメーカーオプションで設定できます。こちらはクラス初です。次は70ボクシーです。8人乗りでスライド量はあまりありませんが、シートアレンジが豊富な車です。7人乗りタイプですとセカンドシートが回転して対面モードにもできたみたいです。次に80ボクシーです。ステップ高が低く乗り込み楽ちんです。80ボクシー7人乗りのセカンドシートはシートを横スライドさせることで 810mm の超ロングスライドができます。次にベルファイアです。80ボクシー同様にシートを中心に寄せると超ロングスライドが可能です。オットマン付きなのでリビングのような広い空間が生まれます。運転席が少し遠くて寂しい感じもします。それぞれの車両の比較画像です。次にラゲージスペースです。90ノアにはパワーバックドアがメーカーオプションで設定があります。ドア解度を確認しながら任意の場所で安全に停止させることができます。3列シートは片手での簡単ワンタッチ格納が格納です。格納時にはほぼ自動で上がっていくような軽さでした。展開時も簡単に戻せます。床下にはスーパーラゲージボックスがあります。高さのあるものやスーツケースの収納に便利です。見られたくないものを隠すこともできますよ。次に70ボクシーです。この時代から3列目跳ね上げで収納されています。90ノアと比べると固定に一手間かかる感じで、椅子を持ち上げるのも少し重たく感じました。床下収納は広大なスペースがあります。次に80ボクシーです。70ボクシーに比べると跳ね上げ時の重さは感じず、軽く収納できます。バンドでシートを固定するときが若干手間取る感じがしましたね。
床下にもスペースがあります。80、90ともにスペアタイヤを選択すると、このように床下スペースにタイヤが入ります。次にベルファイアです。3列目シート跳ね上げには若干手間がかかります。シートの位置を調整してからじゃないと上がりません。また椅子が分厚くしっかりしているので、ちょっと重たい感じがします。しかし跳ね上げてしまえば広大なラゲージスペースが生まれます。床下にも大容量の収納スペースがあります。それぞれの車両の比較画像です。次にキャンプ道具を積んでみました。90ノアに4人分の椅子とテーブル、テント、クーラーボックスを積むとこんな感じです。3列目シートが薄いので、シート格納時には広々とラゲージスペースを使います。各車両でも積んでみますので、広さの参考にしてみてください。70ボクシーにキャンプ道具を積むとこのような感じです。3列目シートがちょっと出っ張ってるなっていう感じがしますね。そうですね。はい、80ボクシーはこんな感じになります。先ほどの70ボクシーよりもサーズシートが薄く作られているので、横幅に余裕を持って収納することができました。ベルファイアはこんな感じです。こちらも3列目シートが分厚い分、上の方が若干狭くなっていますが、まだまだ荷物は乗せられる感じはしました。それぞれの車両の比較画像です。はい、最後におまけのハイエースです。2列目シートのシーンは、今回撮ってなくてですね、ラゲッジスペースからです。ご覧の通りベッドが入りのそうくらい広いスペースで、2列目のシートを畳むとさらに広くなります。まあ、そもそも貨物室ですからね。はい、一応キャンプ道具を積んでみましたが、逆に、まあ、スカスカになってしまいまして、まあ、走ると崩れてしまいそうな感じでしたね。そうですね。なんか余計に荷物を積みたくなるような感じでしたね。はい、はい、いかがでしたか。90ノアになって2列目の快適性や3列目跳ね上げが良くなりましたよね。ベルファイアまで大きな車を必要でない方にはとても使いやすい車だと感じました。ミニバンのご相談は熱中症と福井まで